女お借りします。はい、もしもし。千鶴先輩。はるかちゃん、どうしたの？聞いてください、私今日のデートで失敗しちゃって。失敗？レストランでご飯を食べてたんですけど。もしかしてこぼしちゃったとか？違うんです、実は食べ過ぎちゃって、出てきたお料理が全部美味しそうで、しかも私が大好きな枝豆料理まであってなんだ、はるかちゃんらしくていいじゃん。全然良くないですよ、大食いって思われて惹かれたかも。相手はなんて言ってたの？ニコニコして、食べっぷりがいいねって。じゃあきっと大丈夫だよ、だってはるかちゃんらしさで相手を笑顔にできたってことでしょ。楽しかったなって思える素敵な思い出になったんじゃないかな。千鶴先輩。そういえばはるかちゃんってなんで連歌の始めたの？私とのデートで相手を元気づけられたらいいなって思って、あと私歌を歌ってて、いっぱいいろいろな経験をして表現力を磨けたらいいなって。すごいじゃん、今度私にも聞かせて。はい、ぜひ聞いてほしいです。実は9月2日に告白バンジージャンプっていう新しい CD が出るので、千鶴先輩にもプレゼントさせてください。ありがとう、楽しみにしてるね。はい、ありがとうございます、ちょっと元気が出てきました。千鶴先輩に相談してよかったです。あー、元気になったらお腹空いてきちゃいました。千鶴先輩、ご飯一緒に行きませんか？